ギターちょっとボリューム上げても大丈夫ですか？ちょっとだけ。あ、大丈夫ですよ。あ、すいません、ベースのマイクもうちょっと上げてもらっていいですか？はい。あ、ベースの方のマイクもうちょっと上げてもらっていいですか？はい。あ、返してもらうといいですか？返してもらっていい？返してもらっていいですか？ベースの方に返せばいいですね。はい、はい、あ、こっちも。マイクのモニター大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Yeah, yeah.
Yeah.
この格好バリバリのヒデちゃんの格好をしているのになぜその歌から始まったかというとわびさびがいるからですわびさびの大きくはい暑い今日は、またチロニーさんに、4月以降にまた呼んでもらえたということですごい感謝してるんですけどまだ今日もあのジョージ兄さんの人にいるんで、2大巨頭でまた楽しませてくれると思うんで皆さん楽しみにしてください。めっちゃ緊張しないですか？めっちゃ緊張こっからだとね、あのサングラスの、ね、中身が見えてね、目が
あと、これからのあの、DSGT の新メンバーの方、新メンバーの子で、ドラムのタムタムくん。その他もろもろ、よろしくお願いします。なんか言うことある？あります。オッケー。じゃあ、猫何を、はい、旭川からお疲れ様です。はい、あの僕ちょっと旭川で働いてまして、今朝旭川から札幌戻ってきました。ただいま。お帰り。みんな会いたかったぞ。ひでもどき VS わびさびっていう名前でやらせてもらって、わびさび、一応僕とオキとタム3人が一応わびさびのメンバーということで、ちょっと12月17日にバンプスのコピーをやるんで、もし気になる方はあのツイッターでここにリプライしてください。見える見える。はい。あとそんなもろもろないでしょうか。OK。はい、みんな盛り上がっていきますか。出ますか。盛り上がっていきましょう。出ますか。いや、旭川から戻ってきて言いたいことがいっぱいあるんだけどさ、本当にね、札幌が大好きすぎて、ね、どうなの。向こうどこで遊んでるか分かんないの。だからみんな今日楽しませて。
バーサスワンサジさん、ありがとうございました。これからも可愛がってください。ありがとうございました。ありがとうございました。猫くん、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 猫く